レスリング女子62キロ級決勝初出場の23歳川井優香子選手はキルギスの選手に4対3で勝ち金メダルを獲得しました今大会日本勢は21個目の金メダル3歳年上の姉梨沙子選手はリオ大会63キロ級の金メダリストで夏季競技の日本勢初姉妹金メダリストの快挙です姉梨沙子選手は57キロ級で決勝進出を決めており 明日2大会連続の金メダルを目指します。